はい。皆さん、こんにちは。ネオファイナンシャルプランナーの藤井です、えー。今日もですね、この動画にアクセスしていただきましてありがとうございます。今日はですね、えー、沖縄旅行に今来ているんですけど、ちょっとそこで感じたですね、 ことについて少しシェアをしていきたいなと思います。まあ、題して言うのはですね、えー、旅行に行くならビジネス仲間と行けっていう話なんですね。で、今ですね、まあ、私がサポートに入ってて、えー、まあ、うちの代表である久保哲郎のですね、まあ、マスターマインドっていう、まあ、高額な、非常に高額なコースがありまして、6ヶ月間のコースなんですけどね。えー、まあ、簡単に言うと久保哲郎のお弟子さんみたいな形です。 まあ、お弟子さん制度みた,いみたいな感じなんですけど、おその方を、まああのまあ、募集させてもらうときに私もかなり大きく関わったので、今、サポートに入っててですね、3か月目の旅行に来ているんですね、まあ、慰安旅行も含めた、研修も含めたですね、えーまあ、研修も実はあってですね、夜飲みながらパソコンを開いてですね、ここのサイト作りはどうだとか、ああだとか、昨日もやってたんですけど、えー、っとそれもリゾート地ですよ。 はい、あのバーッと見たら海がバーッと広がってる中でパソコンをねたいてるっていうちょっと面白かったんですけど今日はですね、まあ、この那覇市に来てですね、まあ、那覇の市内で、えー、楽しんでるんですけどこのビジネス仲間と旅行に行けっていうのはですねまあ僕もかなりこうサポート入っているんでよく分かったんですけど今の今 ここまで3ヶ月間ね、付き合いがあるわけですよ。うん。例えばチャットの中とかリアルであったりとかっていうのも実際やってるんですけど、ただ、寝職を共にするっていう言葉があるじゃないですか。で、本当に寝職を共にしてみないとわかんないなって思うことが多くて、まあ、ある人がですね、まあ、あ まあ、y さんっていう人がですね、まあ、コンテンツについて自分のコンテンツが情報発信について悩んでたんですけどその方自身はですねあのまあ投資系のものをやってるんですけどそれでこうやってたんだけど実はよく昨日もねご飯食べながらこう質問したらいろいろ返ってくるんですよ。 でまあ、アプリとかすっげえ詳しくて「何それ?」みたいな「そんなことが iPhone でできたの?」みたいなこととかがたくさんネタ持っててそっちの方が人に必要にされてるんじゃないのかとかっていうね、まあ、笑い話なんですけどになって、えーまあ、非常に楽しかったんですけどこうこう一緒に時間を共にしてみないと分からないことってやっぱり多いなと思って。 てていですね、えー見、見えない魅力っていうのもこう見えてきましたしで逆にですねこうやって僕,も僕らもワイワイしながらですね久保哲郎僕らの大うちの代表の久保哲郎もこうフェイスブックでワイワイやりながらフェイスブックアフィリエイトもバンバン決めているんですよ。で僕は僕で今1点資産構築1.4倍ビジネスっていうのをやってて動画もですね、えー、バンバン売れていっているっていうところをこう真横で 見てで、すねでどんな感じで僕らがこう遊びながら仕事をしているのかっていうのがあ、昨日感想を聞いたらですね、なんかそういうことが非常にあの勉強になりましたっていうことをおっしゃっていただいてたので、なんかこう、まあ、ミラーニューロンって言ってですね、 うんと細胞、その良い,い細胞も悪い細胞も関係なく、そこの環境に影響を受けて細胞が形成されるっていうミラーニューロンの法則みたいなのってよく言うんですけど、まさにそういう状況をお見せできることもできたし、えー、私もですね、久保もこうその生徒さんとね、えー、魅力っていうものをこう改めて見ることができたので、ビジネスの仲間と旅行に行って、もちろんほぼ遊びです。95%が遊びできてるんですが、あ その遊びの中にもこういう学びというか仕事に対する姿勢だったりとか見えないところっていうのがあって非常にねなんかお互い勉強になったなということなんで、えーね、まあこれ今もね資産構築1.4倍ビジネス私の、まあ、コンテンツとしても、ね、今後やっていこうと思うんで是非ね仲間になっていただいて今度はあなたとね一緒に、えー、沖縄に、えー、もちろん稼いでですね資金も増やしてお金も稼いで。 インターネットもバンバン使って、えー、稼いでですね、ぜひあなたと旅行にね、行きたいなと思っています。えー、ビジネス仲間と旅行に行けというタイトルでお話し,しました。あ、いかがだったでしょうかあ、LINE とかでね、返信いただけると、お,ーおー、ね、100%僕返してますから、あ、嬉しく思います。ということで、えー、最後までご覧いただいてありがとうございます。